開かない。もう何もできません。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。オリジナルのロケットや航空機を飛ばして遊ぶゲーム、カーバルスペースプログラム2。月とか他の天体もいけるで。早速遊んでいこうかな。今日は何作るん？みんなはサムネで何作るか分かっていると思うんだけど、ロボット作ろうと思うんだよね。ロボット。これロケットとか作るゲームやん。ほら、視聴者さんガンダム好きな人多いでしょ？そうなん。これまで何回か遊んできて、ふと作れるんじゃないかって思っちゃったんだよね。それでまともなの作れたことない。で、とりあえず鉄骨だね。出た鉄骨。このゲーム最大の欠点は、こういったパーツを自由に大きさ変更できない。全部サイズ固定なんやな。衛星を包むフェアリングとかは別なんだけど、基本無理なんだよね。それでガンダムの腕。どう見てもガンダムちゃう。とりあえず簡単に作って飛ばすことができるか確認するよ。で、ガンダムの足をポイッと、ゴマネチみたいになっちゃってるからシュッと下げる。最近体操選手用出てきとるな。なんでや。いい感じ。このゲーム、ロケットを飛ばすには、緑くんを乗せるか、無線でコントロールしないとダメなんだよね。無難に無人やろな。もちろんズーちゃんは友人を選択。おい。先に脱出装置をつける。これは固体ロケットモーター。もちろんちゃんとパラシュートもつけましたよ。そこはちゃんとする東北ズンコ。あとはゆかりちゃんの大胸筋レベルの燃料タンクをつけて、ちょ、ロボットみたいに後ろにエンジンをつければ完成。とりあえずこれで飛ばしてみてまともに飛行できるのか確認。最小構成で飛ぶか飛ばんのか調べるんか。ズンちゃん頭いいよね。後ろに倒れる。発射。何しとるんや。何って構造の接続強度のチェックだよ。はい、さっきまともに飛行できるか確認する言っとったやろ。脱出。あかん、吹っ飛んでいった。ほら、なんとなく分かってたんだけど、鉄骨は接続強度がめちゃ強い。はい。はいやないやろ、まともに飛べとらん。もう一つ問題があって、どうしてもガンダムに見えないんだよね。参考画像を見ながらそれっぽくしたのに。どうしてるなら、これパチモンガンダムや。で、何回か試験したんだけど、多分飛べる気がするんだよね。というか飛べなかったら動画がお蔵入りになるから飛ばすしかない。切実な制作状況。皆さん、こういったの飛ばしてほしいというリクエストあったらコメントしてくださいね。多分緑の子が頑張って飛ばすで。はい、改造していくんだけど、ロボットといえば頑丈な足。ポイット展開。貧弱な足で草。着陸もしたいからこういった足をつけたい。次に大きいのはこれ。前ちょこっと使ったやつやん。ズンちゃんみたいにムチムチの足がない。何？ゆかりちゃんみたいな足の開き方になっちゃってるのでちょこっと修正。ゆかり、いじられとるで。さっきの試験で鉄骨が頑丈ということが分かったのでこれに乗せていく感じ。必要な燃料もここで乗せていく感じだね。大きさが変えれんのがちょっと厳しいな。次は腕だね。ちょっと変わった形しとる。これなんなん？なんて原子力電池に決まってるじゃん。また変なの乗せんな。実物だとこれ、プルトニウムなど放射性物質から出る熱を電気に変換する、超寿命の電池だね。特に太陽光発電が難しい新宇宙探査機とか、火星だとキュリオシティにも搭載されてるね。軍事より宇宙に詳しい東北ズンコ。ぶつかっても折れないように鉄骨を重ねる。指っぽいパーツははしごを使いました。やだ、いつの間にかズンちゃんガンダムできちゃった。皆さんそういうことにしてあげてください。ゆるふわ軍事チャンネル。それじゃあ試験しちゃおうかな。ちょ前倒れる。あれー、ゴミのように落下。なんかプルプルしとる。やだ、ちょっと恥ずかしい。謎の生命体みたいになっとる。足消えた。面白そうなので点火。点火やめる。てかエンジン一つしかついとらん。ただいま。待て、回転しながら飛んどる。しかも軸が安定してる。さすが東北一の天才設計士。ロケットの打ち上げでこんなん見たら世界の笑われもんや。燃料なくなった。もう何もできません。さっきから何もしとらんやろ。で、すぐにエンジンかけても前に倒れちゃうんだよね。明らかにバランスがおかしい。おお、脱出した。何かあれば緊急脱出できるから安心安全設計。パラシュートも開いとる。安心安全。ちょ、はい。何の範囲や。さっきのフライトで問題が見つかりましたね。自分の設計力か。前に倒れちゃう問題は、足の前後位置もそうなんだけど、そもそも直立が難しい。
そこで首元の高い位置にスラスターという姿勢制御用の小さいエンジンをつける。ちょっと下にも四方に噴射するスラスターを搭載。これで多分直立してくれるはずや。試験してみようかな。さっきと変わっとらん。あれ？この広いガスがスラスターなんだけど、一応ちゃんと動いとる。多分出力が弱いことが原因かな。後から3つほど重ねておきましょう。だからエンジン始動すんな。おっとっと。もちろん緑くんは無事です。ちょこれどこや。え、これ発射台の下か。多分二度と出てこれないね。わろた。何わろてんねん。でなんだっけ。姿勢制御や。そうそう、この部分に3つほど重ねて3倍にパワーアップ。もう一つ重要な問題として、機体が重すぎてほとんど離陸できていない。大出力エンジンは機体の軸中心につけました。そっちの方がバランス的にええか。こうなると問題になるのは燃料。タンクは大きく見た目も悪いので、今回は特別に燃料を無限にしました。こんなオプション設定もあるんか。これだと小さいの一つ乗せればいい感じ。できたら試験。また前倒れる。もうエンジン起動。これあかんやつや。おお、変な姿勢で浮かび上がった。いけるよ。 100% 無理やろ。奇跡的に足で支えた。もちろん設計通りです。ぶつかる。無駄に足で支えた。もちろん設計通りです。片足しか残っとらん。あかん。ミドルくん消えた。これ防制御不能や。というか止まらない。そして鉄骨。原子力電池もバラバラや。で、もう一回やってみたんだけど、RCS を入れるとスラスターが動いて姿勢制御成功。この状態でエンジン始動。右に傾く。どうしてもまっすぐ飛んでくれない。どういうこと？着水成功。しとらんしとらん。足が原因説を確かめる。もう傾いてる。ということは足が原因じゃない。スロットルで姿勢制御。回転が早まっとる。あれ？これはひどい。安心してください。緑くんは無事です。頭刺さっとるやん。マジ受けるんですけど。原因調べたんだけど、全部左右対称についてるんだよね。この開くか開かないかわからないパラシュートがちょっとおかしいくらい。積んだ。なんとかせえ。もう肩に核弾頭を乗せるしかない。皆さん、これ飛行機の後ろ側です。空を飛びたい。必要なものは何なのか。なんなん。何って翼だよね。そういえばロボットについとるやつあるな。もちろん男の子が好きな全身翼を搭載。前作った変な飛行機につけとったやつか。一応すごく安定してたからね。これにかけるしかない。ベンチマークをクリックすると右のメニューが開くんだけど、これだけは無駄に変な形作れるんだよね。蝶々みたいな形やん。でも基本的には四角形とか三角形みたいな形で、丸とかは無理。そこは無難な形しかできひんのやな。さすがに全身翼だけだと落ちそうなので、機体に隠す形で水平尾翼を搭載。これで行くよ。そろそろまともに飛ばんとやばいで。よいしょ。すぐに RCS を入れてスラスターオン。翼パタパタしとる。間違った。これ主翼じゃなくて尾翼。とりあえずエンジン点火。これもうあかん。というかつまずいた。ズンちゃんはここで諦めない。もうバラバラやん。そして毎回頭を打つ緑くん。無駄に回転だけはするからな。もう骨組みしか残っていません。くさ。ちょ、気持ち悪い動き方すんな。これね、スラスターたくさん乗せたから飛べそうなんだよね。ここに新しい乗り物誕生。次回あたりこれやな。そして力尽きるゆずきゆかり。ゆかりは関係ない。好きあらば発射。ちょ、馬何してん。何って緊急脱出。それは見ればわかる。あれあれ、なんや。エンジン止まらない。さっきオプションで燃料無限にしたからやない。これ固体燃料だから出力調整できない。つまり無限に燃焼し続ける。パラシュート開かない。もう何もできません。最高速度は秒速 372m。 時速だと 1339km や。音速超えちゃった。何がワールドレコードや。ズンちゃん的には今のでもう満足してるんだけど。何言ってんねん。どうしてもこれを飛ばしたい。それが今回の目的や。方法としては2つある。
これを宇宙に送り込んで飛んでいるように見せる方法。もう一つは、なんとか気合で飛ばす方法。ズンちゃんは後者を選ぶことにした。多分ロケットに乗せてもひっくり。で、後ろでやってるのは、翼をもう一つ乗せて安定させようという案。これはこれで難しそうやで。さっき間違って乗せた尾翼は主翼に置き換えました。後エンジンだね。後ろに二つついていた小さいエンジンを前にも乗せて、バランスを取る。このゲーム、かなりバランス調整が難しくて、ちょっとしたズレが事故につながるんだよね。この翼がどうなるかやな。お腹についてる金色のものは、無線でコントロールできる装置。緑くんの向きと進行方向が合っていないようなので、こちらでコントロールします。いろいろバージョンアップした。では行きます。すぐに RCS オン、姿勢制御開始。待て、プルプルしとる。どういうこと？なんかもげた。しゃあないので点火。だから点火やめる。もうめちゃくちゃ。さっきから原子力電池どこ行った？ズンちゃんは細かいことは気にしません。しとけ。はい、緑くんは無事だね。これちゃう翼や。え？はい。その後滑走路で離陸を試みる東北ズンコ。発射。間違った。ダブルクリックして緊急脱出まで進んじゃった。普通に立ててるってことは打ち上げもできそうなんだけど、エンジンを動かすと姿勢は大きく崩れる。やっぱり翼が重たいんやない？重心が後ろにある感じだよね。とりあえず足を閉じて飛行姿勢。こうしたかったんか。翼全部取れた。あれ？軸がおかしいけど飛べとる。これやっぱり翼がいらんかったんや。ちなみに足を出すとどうなるのかな。安定した。やりました。ロボット開発成功。普通に飛べとるで。でも姿勢制御がめちゃ難しい。というかオートでも何か狂うんだよね。はい、一応垂直移動はクリアできました。あとは水平移動させるんか。ここまで来たらなんとかして水平移動もできるようにしたい。前に倒すと回転しちゃうね。となると翼は必須なんか。必須じゃないと思うんだけど、めちゃ安定性が悪いから水平移動まで持っていけないんだよね。一応機体の重心を見て、できるだけ体の軸に近いところに主翼を設置しました。最初に作った鉄骨の背骨部分やな。準備は整った。行くしかない。エンジン出力 70% 点火。おー、離陸した。しまった、操縦ミス。前に倒しすぎや。これでガチで敏感。あかん。また鉄骨や。これ最初に作った鉄骨。無駄に丈夫で草。シューンと滑れる。はい、もう何回目かわからないズンちゃんガンダムの打ち上げ。変なの企画するからや。なんとなくコツわかっちゃったんだよね。発射はエンジン出力を抑え気味で、クラスターで姿勢を保つ。出力がでかすぎて逆にバランス取れとらん感じなんか。ほら、姿勢も安定した。とりあえず高度稼いどいた方がええ。ここで足を引っ込めて飛行姿勢に変更。現在の高度 1000m、 時速 280km や。引っ込めると空気抵抗が変わるね。現在 350km。 そろそろ前に倒して風をつかみに行く。おっとっと、これ不安定すぎるやん。エンジン出力を抑えてスラスターで姿勢を戻す。安定した。でも落下しとる。軸が安定したら推力を上げる。でもやっぱりフラフラするな。これね、多分バランスと飛行速度なのかな。こんな感じで足をいやらしく出し入れすると安定するんだよね。気持ち悪い動き方すんな。1分くらい上昇して高度 5700m、 SAS という姿勢を制御する装置を切って、マニュアル操作で水平飛行開始。まあ無理やな。めちゃ不安定ってわかるよね。そこで SAS を入れて巡航に切り替えると、水平になった。普通に飛べちゃうんだよね。エンジン出力を上げる。現在 26% や。姿勢は一応安定してるけど、マニュアルで操作しないとちょっと無理だね。ロボットというかよくわからん乗り物で飛行に成功した。時速 470km、 高度 3000m。 横から撮影しようとしてちょっと操縦ミスするとすぐにこうなる。姿勢戻せ。もちろんそのまま墜落。あかん。はい、こっそり保存しておいたところから再開して基地に戻ろうかな。こうやって見ると安定しとるな。これもう10回くらいやり直してるからね。裏事情は言わんで。
ここからは着陸まで早送りで全部見てもらいましょう。でもひっくり返らんからまだええ感じや。でもよく見ると大きいエンジンと4つの小さいエンジンの動きが合ってないんだよね。あれか、逆方向に水力変更しとる感じや。エンジンの向きを変えてもうまくできなかった。はい、それでは姿勢を垂直に戻す。左下の SAS を上矢印に変更やな。ちょ姿勢。エンジンを抑えてスラスターの推力で姿勢を戻す。謎の足展開、姿勢正常、いけるで。来た来た。あれ、ちょ馬何してん。操縦できません。緑くん見えた。自動操縦したんだけど急に姿勢がおかしくなったけん。完璧やないってことなんか。飛行中もそうなんだけど急におかしくなることがあるんだよね。まあバグということにしておきましょう。ちなみにみどりくんはここにいました。完璧だね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような宇宙に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。